今回の内橋達人さんにお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん、今この広い代々木公園のすべてを埋め尽くし、会場の外にまで溢れ出る膨大な参加者の方々、皆様方の今日の勇気あるさようなら原発の声が、歪んだ私たちの国と社会の在り方を正す最も大きな、そして確かな力になっていくでしょう。主権者である市民、国民、もう原発をやめて、そういう祈りにも似た真剣な願い、必死の叫びを嘲笑うかのように、平然と大飯原発が再稼働されました。3号機に続けて4号機が再稼働され、今月下旬にも2機の原発がフル稼働する予定になっております。野田首相は再稼働の一番手、福井県知事に対して敬意と感謝を申し上げるなどと最高の賛辞を捧げました。称える言葉を捧げました。しかし再稼働は大飯原発だけではありません。今や再稼働候補の原発は全国に続々と散売しております。新しい原子力規制委員会、新しい安全基準もないままに再稼働が強行されます。まず大飯の次の最有力候補は四国電力の伊方原発3号機です。愛媛です。2番目に北海道の泊原発が控えております。今年11月までに再稼働をと株主総会が決議をいたしました。さらに北陸電力の泊原発再稼働に向けて専門委員会が発足いたしました。大飯と同じ関西電力では、美浜原発3号機が次の焦点に浮上しております。このようにまさに再稼働計画は目白押しラッシュにしている状態です。私たちの声、国民の悲願、福島の悲惨な現実は一体どこへかき消されてしまったのでしょうか。私たちが最も警戒しなければならない社会の空気、風潮というものについて2つの警鐘を発しておかなければなりません。第一に、原発反対反対などと叫んでみても意味がないという脱原発運動へのあざけりの空気が醸し出され始めたということです。原発の代わりはどうするのか、対案なく反対と言っても意味がないというものです。しかし決してそうではありません。対案なければ反対なしというのは、常に政府官僚が主権者である国民市民を脅す、口を封じさせるための常套手段でしょう。ここを見抜かなければなりません。核心となる情報を隠しておいて、お上の言うことに立てつくとはけしからん。対案を出せ、こういう仕組みです。私は承服できません。そうではないでしょう。人々の
魂に根付く平衡感覚とか鋭敏な危険察知能力、あるいはおよそ命あるものに必ず備わっております慈悲心、そういったものこそが安心社会の礎であります。2番目に、新しい原発安全神話が大手を振るい始めたということについて警鐘を鳴らしておかなければなりません。核武装への潜在的パワーをいかに維持するか、そこに根幹があります。すでに報じられておりますように、原子力基本法の基本方針にいつの間にかこっそりと我が国の安全保障に資するという文言が加えられて、改正案が成立してしまいました。振り返ってみますと、私たちの国、かつて原発100基構想というものが唱えられたことがありました。私たちの生きるこの狭い島国を海沿いに100基もの原発で囲い込む、一体いつ私たちは合意を与えたでしょうか。国民的なコンセンサスなきまま失踪してきた原発大国日本は破綻しました。合意なき国策よ、さようならと私たちは声を上げ続けなければなりません。福島の悲劇に学ぼうとしない政治家を二度と再び国会に送ってはなりません。それこそが私たちの子供や孫、未来への私たちの最低限の責任だと思います。そのことを私たちは今深く心に刻んで、さらに前進を続けたい、高い志を掲げ続けたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。市橋克人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。次の選挙には心してかかりましょう。